はい、どうも。よいしょ。お疲れっす。すいません、先ほどはちょっと配信がやっぱりこの部屋はあんまりネットの回線がよろしくないということなので、携帯からやり直します。パソコンでやるのは諦めました。はい、まああんまり人ちょっとね、あの集まり悪くなってしまうかも。急遽 URL 変えたんで、ちょっとそこら辺はすいません、申し訳ないです。あー、美味しい。どうもこんばんは、ケンタヨシーです。ここの配信は問題ない、大丈夫そう？これはいけそう？どう？これは大丈夫？オッケーオッケー、よし。これはカクカクせず、このままいけるんだったらこのままいきましょうか。はい、どうも。はい、すいません、やり直します。お疲れした。これめっちゃうまいんだよな、俺めっちゃハマってて。これタイで買った、まあ、今ラオスやけど、ラオスでも同じやつ売っとって、なんかね、カップおかゆ的なやつなんですけど、これエビ味なんよな。肉団子味もあって、1万200 2000バーキープやから、これ大体100円ぐらいなのかな。100円も変か、90円ぐらいか。これが一番好き俺は、マジで美味しい。ね、よし、やっていこう。はい、どうもお疲れ様です。そしたらですね、今回は制限金沢の2024シーズン新加入選手特集をやっていきたいと思います。お願いします。いや、まあ、いつかやらざるを得ないっていうタイミングだったんですけど、まあ、今のうちにやっておかないと、まあ、うん、厳しいよ。まあ、いつかやらざるを得ない。 OKOK、 よし。もうね、あのね、あれなんよね、結構もう落ち着いた感じしますよね、移籍ね。まあ、あのキャンプ結構もう始まってるチームがもうほとんどだと思い、あのほとんどだと思いますし、で、まあ、それ開幕1ヶ月切ったということで、まあ、一応1月の31日までは、まあ、市場オープンして、まあ、市場というか、そのあれよ、何だっけ、登録期間をオープンしていて、そう、あの開幕間に合うところっていう感じだと思うんだけど、なんせあれね、この時期で結構もう、あの各チーム固まった感もあるし、まあ、今朝強いゲームはまた新しくマリソンっていうなかなか珍しい、名前のブラジル人選手が入ってきたんですけど、強いゲームもまあこれから、もうチーム固めに入るという感じなんで、今回はその強いゲーム金沢に2024シーズンに加入した選手たちを特集しようじゃないかという感じの配信をやっていこうかなと思ってます。いろんな選手入ってきたんだけど、たくさん調べて、そう、もうがっつりまとめましたんで、はい、そのつもりでよろしくお願いします。はい、ではそのつもりでやっていきましょうか。はい、ごめんね、URL 変えてしまって申し訳ないです。もゆうかさん、こんばんは、お疲れ様です。キリンさん、クウスケさん、今年の制限いいですか。ですね、ちょっと問題はありですね、うん、今のところ。まあ、ここからまたちょっと様子が変わっていくんかなって、うん、思ったりはするんですけど、今日まとめてみて分かったことを、まあ、まとめて、まあ、明日明後日ぐらいにまたちょっとまとめて動画出すかなって感じかな。で、明日は日本代表の試合の、うん、生配信もあるんやけど、まあどうしようかな、一緒に出そうかなと思ってます。あの、うん、生配信は生配信でやって、で、その前にちゃんと編集した動画を出そうかなって感じですね。うん、そのつもりでよろしくお願いします。はい。カップ麺ではないです、これ。カップおかゆ。なんですか、カップおかゆ。すごい美味しいね。こりゃ。あんま変わんねえか。あ、セレッソ今タイでキャンプやってんの。金あるチームはちげえな。全員パスポートで。タイまで遠征しに来て、めちゃくちゃあったかいからな、タイ今やばい。だって今30度ぐらいあるもん、こっち全然日中やばいよ、めっちゃ暑いよ。はい、じゃあやっていきますか。お、なんかね、 URL 変えたのに100人ぐらい来てくれてありがとうございます。急遽変えて本当申し訳ありません。まあ仕方ない、こういうこともありますね、海外なんで。
はい、じゃあ早速ですが、じゃあやっていきましょう。ちょっと今日ちょっと長くなる可能性大です。はい、先に、まあ、できれば1時間以内で終わりたいけど、まあ多分1時間40分はかかると思うわ。40分超えになるの、ちょっと長時間配信になると思いますけど、はい、頑張ってついてきてください。んで、なんか質問とかあったらぜひ聞いて、その場でこう質問のやり取りできるっていうのが、まあこのね、生配信のいいとこではありますので、うん、それがね、やっぱね、いいからね、うん、まあなんかいろいろ質問あったら質問してください。はい、答えられる範囲で答えます。答えられないところもたくさんあるんですけども、はい、ほんでですね、じゃあじゃあ新加入選手特集やっていきたいと思います。で、今回紹介するのはですね、まあ去年からいる選手、例えば乗り道とかね、乗り道とか、あとは梶浦とか、まあその辺は抜き、あといたことある選手も抜き、だ塚本と上田樹は基本的に除くということで、要は8人か、うん、マリソン入れて8人になりました。で、今回その8人を一人一人、まあしっかりこうがっつりね、あの来歴とか、プレースタイル、うん、だって映像を見て調べて、うん、まあ集められる情報をできるだけ集めて、で、また分からんところもあったんですけど、分からないところはみんなの力を借りしつつ、まあ、みんなが知ってる情報もちょっとどんどん提供していただいて、俺がそれを見て解説するという感じでやっていければなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまずはですね、ちょっとね、いなくなった選手をまずまとめましょうか。まず感謝と、で、ここはちょっと痛いなみたいなところちょっと話していこうかなと思います。まず、出てった選手なんですが、バイーヤ、中野小次郎、バイーヤ横浜FC完全移籍、中野小次郎ゴールキーパーは、札幌に復帰と、で、林正道は完全移籍でジェフに行きました。黒木健吾くんはテケバジャラ宮崎。力安もテケバジャラ宮崎。はい。ほんで、あと、木村雄大は共産が戻って、そこからこの育成型期限付き移籍で東京ヴェルディに、期限付きで東京ヴェルディに行ったと。はい。ですね。で、次、藤村啓太は完全移籍で鹿児島ユナイテッドに、移籍と、昇格したチームね。はい。ほんで、あとは、奥田は長崎に完全移籍、から連絡が戻ってで栃木 SC に行ったということですね。で、加藤純也はレノファ山口に行きました。丹羽詩音ブラブリッツ秋田。丹羽詩音は去年ぶっちゃけいなかったんだけど、まあ完全移籍でブラブリッツ秋田とのこう契約を J2 で勝ち取ったという感じになりますね。で、杉浦力人君は、福山シティ FC か。だから、結構有名なチームだよねこれね。一昨年ぐらい、違う2020シーズンかな、だから2021シーズンに大学新卒監督ですよね、小矢野さん。もうちょっと一回お話しさせてもらったことあるけど、小矢野さんが、まあ、今もういないんだけど、小矢野さんが監督で、もう めちゃくちゃこう天皇杯やらせたチームに、行ったと。で、黒木くんは、契約、ここから先はこう契約満了でまずちょっと見てと、契約満了なのは黒木くん、三浦くんで大石くんって感じかな。大石竜平早く決まってほしいけどな。黒木くん決まってたっけか、黒木健吾まだ黒木健と力也さんも決まってんだ、ごめん。だから、三浦元明って決まったんだっけ、戻ったんだっけか、忘れちゃった。で、あと、まあ要は大石竜平はちょっとまだ分かんないのか。はい。でですね、ちょっとまあ痛いかなって思ったところとしては、まあやっぱ藤村、まあただやっぱ彼の、自身のことも考えると、やっぱ環境を変えた方がいいかなと俺は思ってたので、まあ移籍するのは納得かなっていう感じですかね。あとは、まあ痛いのは、そうだな、林正道とレオバイヤだろうな。まあレオバイヤは結局やっぱね、横浜FC に移籍ってことはやっぱ評価されてるんでしょうしね。だってまあうまいもんね、シンプルに。すごく上手なんで、まあ制限で合わなかっただけの話だと思いますし。あとは、林正道もそうだけど、林正道は痛い。めちゃくちゃ。まあストライカーだったんで。ちょっと今シーズンは申し訳なかったですね。今去年すごかった、一昨年はすごかったんで、キャリアハイか。なんなら札幌行くかもみたいな噂もあったんで、そこがまあちょっと、1年越しで、ジェフにこう完全移籍という感じですかね。まあでもステップアップではあると思うよ、ジェフは。はい、っていう感じで、まあ痛いのはその3人ぐらいかなと思います。でも、出てった選手に関しては、本当に感謝の思いしかないですね。本当、制限のために戦ってくれたので。はい、ほんでですね、じゃあこっから新加入の選手を合計8人いますので、8人全部、今回の配信で紹介していこうかなと思います。はい、ではですね、まあ一人ずつ言っていきますか。まず学生なんですけど、学生今回一人だけでしたね。関東学院大学から沖崎颯君という選手が加入しました。
沖崎くんよろしくお願いします。で、一応フォワードらしいんですよね。で、なんと彼、制限金沢の下部組織出身らしいです。はい。U18 までは制限にいて、そっからこ あのトップチーム直で上がることはできなかったので、大学経由して戻ってきたって感じ。これ嬉しいっすよね。やっぱね、戻ってきてくれるのはね。まあ、地元の選手だってことでしょ、要は、制限ってことは。で、まあ、関東学院大学っていうチームからこう来たと。で、関東学院大学に関しては、関東大学サッカーリーグ2部の今年2位、あ、去年か、去年2位だったということで。まあ、結構強いチームらしいですよ。で、OB がね、なかなか面白いんですよね。まず、富樫啓満。はい。今は、だから、トスか。トスにいる富樫啓満が OB。あと、ジェフ、去年までジェフにいて、今年からヴェルディに移籍したミキ。もう、関東大学、関東学院大学らしい。あと村上ね、マリノス、ウィングかなとか。まあ今年は結構プロ入り5人もいて、沖崎くん含めてね。だから結構今年は、本当に豊作というか、頑張ったチームらしい。で、かなりこう後ろからつなぐチームらしくて、ただ映像がですね、なかなかですね、見つけられなくてね、彼本人だけのプレイでも見たかったんですけど、ちょっとなかなか、わかりませんでした。申し訳ない。これ、彼の映像はありません。ちょっと引っかかることがないんで、検索になかなか引っかからないと。ただ、まあ、ちょっと関東学院大学の、まあ、ホームページ見た感じだと、リーグ戦だけのやつだと、リーグ戦で、まあ、2点は取ってるらしいです。あと、カップ戦のところだと見てない。ですけど、ただちょっと映像でいいかわかんないけど、なんか正午ボスっているじゃない、最強ディフェンダーっつって YouTube やって、インスタとか YouTube やってる、 SNS やってらっしゃる人ですけど、彼の YouTube にこの間出てましたね。1ヶ月ぐらい前の配信で、関東学院大学にちょっと乗り込みますみたいな感じのやつで、正午ボスっていうのはあれですよね、だからディフェンダーのその体系化をこう目指してる人ですよ。1対1のディフェンスに特化した、まあ、コーチという感じの、まあ、そういった位置づけの選手なんじゃないかな、人なんじゃないかなと思うけど、その、関東学院大学対正午ボスみたいな感じのこう企画があって、そこの動画に出てて、なんか10、ね、やってましたけど、なんか正午ボスは抜いてましたね。ドリブルはすごくキレあったな。やっぱアタッカーなんやろうなと思う、EU ドリブルでしたね。アタッカー、まあ当たり前なんですけど、アタッカーなんでしょう。はい。まあ、ちょっと、まあ、残念ながら、商品のスパイク獲得することはできなかったですけども、まあでも、キレあるドリブルを見せてましたね。で帰ってきたという感じでした。だからこう彼のことに関しては、まあ、全く分かりませんとしか言うことができないんですけども、なんかこう一応アタッカーと、言うらしいです。はい。じゃあ次はですね、プロ選手の話ですね。今回は、ディフェンダー登録の新加入は今回なしだったと。旗尾だけ。で、それ以外はゴールキーパーが1人、ミッドフィルダー5人、で、フォワードが1人っていう感じかな。で、高潮選手以外は完全移籍だったということですね。だからその高潮っていうのは、まあ、例えば解説しますけど、横浜 FC からこう期限付きなんですけど、それ以外の選手はもう水の完全移籍で獲得したって感じだし。はい。じゃあ、まず、そうだね。誰から行きましょうかね。ゴールキーパーから行きますか。はい。補強ポイントだったゴールキーパーですけども、アビスパ福岡から山野井選手という選手が来ました。25歳185センチの、選手ですね。で、リーグ戦ではですね、一応2017年に確かアビスパ福岡に高卒新人で加入というらしいんですが、そこから、今2023年終わった、だから6シーズンやってるのか。6シーズン7シーズンやったんだけど、結局こう1回も、ね、1試合しか出られなかったみたいな感じらしいです。リーグ戦ではなかなか出ることができる。ただしカップ戦ではまあ一応何度か公式戦は出てますみたいな。だから結構ただね、ちょっと稀有な経験をした人でして、山野井選手、あれですよね、だから去年の2022年、結構話題になりましたよね、これね。だからそのコロナ関係のめんどくさい時期があったじゃない。そう、あの時にですね、ルヴァンカップ、2022年の8月3日ルヴァンカップの福岡対ヴィッセル神戸戦があったんだけど、その時に、福岡はちょっとなんか謎のコロナ、ほんとしょうもない茶番で、選手を登録できなかったと。ギリギリ控え選手4人しか登録できなかった。
らしいのね。でなおかつうちゴールキーパー登録が山野井を含む2人という形で臨んだらしい。で要は4人のフィールド交代選手のうち2人をゴールキーパー山野井選手含めてって感じだったり、それ以外は全員感染してて陽性反応出てみたいな感じだったらしいのね、うん、でなんと、山野井選手が試合に出ましたと。2-0 とリードした後半アディショナルタイムに、ミッドフィールダー上後と交代で公式戦にフィールドプレイヤーかっこフォワードとして初出場試合は、試合終了間際に神戸に1点を返されたものの福岡が2対1で勝利ということで、なかなか珍しいよね。ゴールキーパーながらフィールドプレイヤーとして公式戦に出たみたいな、そのために特注でユニフォームを作ったみたいな話らしいですよ。そう、これは面白いですね。なかなか、ない経験をした選手なんじゃないですか。ゴールキーパーなんですけど、フィールドプレイヤーとしてて、だからこれ、ほんと、なんか育成年代力あるようなやつだよね。をプロでやっちゃったみたいな、感じの選手。だからこれに関しては、まあ、ぶっちゃけ茶番でしかないから、このコロナ関係に関してはね。あれだったんだけど、なかなかこう、なかなかできない稀有な経験をした人らしい。うん、で、ただ、まあ、同時に山野井選手、結局出場時間がね、あんまないわけですから、映像がほぼないんですね。で、一応ルヴァンカップの映像は見た。ルヴァンカップ出てたから。で、結構やっぱセービング能力はですね、足でのセービング能力すごく高いなっていう印象でしたかね。そう。あとはゴールキーパーのビルドアップに関しては、まあ、正直そこまであんまりシーンがなかったのでよく分かんなかったんですけども、ただまあ一個やっぱ彼のアドバンテージなのはやっぱ J1 経験があるってことですよね。結局ルヴァンでも相手が神戸とかだったわけでしょ。だからそこの相手と経験してるっていうのはやっぱでかいし、でなんなら神戸相手とかにもさ、やっぱそのセーブとかしてるわけですから、それは素晴らしいんじゃないかなと思いましたね、っていう感じでまあ山野井選手、俺はね見た感じだと上田いつき大チャンスかなって思いましたね。白井優斗とかも含めると、はい、っていう感じでした。はい、そしてですね、じゃあ次ロアッソ熊本からですね、トシダ、土に信じる田んぼの田と書いてトシダと呼ぶらしいんですが、トシダ雄星選手が加入ということでした。はい、トシダ雄星選手、182cm、24歳の選手で、ストライカーですね、センターフォワード。で去年、2022シーズンは、先発3試合だったんですけど、32試合に全部出て、でただ去年はね16試合にとどまってしまったみたいな感じらしい。去年は16試合にしか出場できなくて、でそのうち多分その先発が確か2試合だったかな、確か、要は怪我とかもあったのかもしれないですね。そこら辺はちょっと分かんないんで、詳しい人いたらちょっと教えてほしいんですけども、まあ、ポジションはなんせセンターフォワードの選手ですね。はい、でですね、まあ、熊本といえばっていうか、熊本のセンターフォワードといえばって感じなんですけども、まあ、役割やっぱはっきりしてて、まあ、まず攻撃の時にはポストプレー、ここがすごく大事ですよね。まあ、トシダ君はやっぱりセンターフォワード出た時にはまずポストプレーをして、熊本の特徴である 1.5 列目だったり2列目 その飛び出しをこう生むためのこうスペースと時間を作るっていうのがやっぱりまず第一に、フォワードに求められるところだったと思うんですよ。で、あとはフィニッシュですね。他作って、で最後こう決めきるところみたいな感じの、そういった動きを、まあ、ロアッソとにかくこう組織的に動く、まあ、メカニズムがしっかりしてるチームなんで、そこの中で動くことが求められると。あとはその守備に関しては、ちゃんとこう誘導ですよね。相手が2トップの場合だったら、ワントップからこう片方こう誘導する形ですよね。でそこからこのあとは人をこう前から結構熊本を捕まえに行くんですけど、まあ、もちろんチームによってやり方変えてると思うんだけど、基本的にこの前から捕まえに行くために、センターフォワードの選手が片方2センターバックからこの間にこう一度ってボールが出ていく間にこう寄せて、この選手に対してこのサイドチェンジさせないようにするっていう、こういう役割があると思うんですよね。だからそこができないとちゃんと使われないっていうのが熊本のチームだったので、はい、そんな感じですかね。で、あとプレーに関しては、まあ、ちょっと見たけど、まあ、めちゃくちゃファイターだなと思いましたね。あと結構このフィジカルバトル嫌がらないと言いますか、まあ、結構シンプルに身長も高いのと、なんか結構ぶつかり合いに結構自信があるんだろうなっていう感じ、なんか飛び込むことに結構あんまり躊躇がないというかね。そう、結構難しいボールでも結構飛び込むし、ハイボールにも強いしっていう感じでしょうかね。そう、
はい、あとは決定力と脱力がちょっと足りんかなってちょっと思いましたね。決定力に関してはまあそれはトレーニングして本当にねできるのかって思うところあるけど、まあとにかく脱力ですよね。だから無駄にこう力が入ってちょっとこうゴール前でフリーとかなるとちょっと焦って振りが遅くなったりとかしてるのかなっていう感じはしましたし、ちょっと冷静さをもうちょっとあるといいのかなっていう感じですかね。はい、あとはまあでも競り合いやっぱ強いですし、まあ体、まあ多分体ももちろんそうなんだけど、体というかそれ以上に俺が気になったのはやっぱ落下地点に入る速さ、落下地点すぐ読んでそこにこうちゃんと入り込む速さがすげえ速いなっていうのは感じましたかね。はい、っていう感じでした。はい、としだくん。はい、そして次ですね、結構主力級がガンガン入ってきてます。まず栃木 SC から西谷勇輝選手が来ましたと。はい、西谷勇輝はですね165センチの小柄なボランチで30歳という感じで、でやっぱね西谷はまあボルティスサポだったらまあ西ってると思うんだけど、まあボルティスの西谷和樹の双子の兄弟なんですよね。うん、でツインズですよ。はい、まあそもそもこうなんで来たんだろうって思った最初びっくりして、結構これでかかったですよねこの遺跡ね。まあいろいろあったのかなとは思いましたかね。なんかその結局金じゃないものがやっぱ動いてる感じはしましたねこの遺跡は。だって栃木で今年40試合ぐらいで出るわけでしょ。だって37試合先発してるわけなんで、そうすごくない？だから普通に去年も37試合出てるわけですからがっつり主力なんですけどなぜか J3 落ちた制限に来たっていう、感じの選手なんでちょっとよくわかんないですけど、まあでもとにかくやっぱねプレー見たけどセンスのすごくある選手ですよね。身長はね全然ないんですけども機動力あるし、あとこの前向く力、まあミスが本当少ないというか、なかなかこう際どいロストとかもあんまりないというかね、判断力がすごくしっかりしてるかなっていう印象ですね。あとやっぱキックが結構蹴れるんですね。結構サイドチェンジのキックでビューンって飛ばして逆にこう展開するみたいな、その展開力もある選手なんで、藤村並みのことは多分できるんじゃないかなって思いました。あとは本当アセットプレー誰が蹴るかちょっと分かんないですけど、キャンプとかやって決めるんでしょうけど、でも本当キック精度かなり高いかなっていう感じですね。まあ、藤村結局いなくなってると藤村のやってた役割展開キックあの辺がちょっとできなくなるわけですから、そこをちゃんと甘めできたっていうのはでかいんですよね。でも西谷だけじゃないっていうのはすごい、後でまた解説するけど、はい。でまあおそらくは西谷の実力考えるとやっぱ多分俺はスタメンが一番こう近いのかなっていう感じですかね。西谷はスタメンで活躍するんじゃないかな。まあちょっとあるのは弱点というか、サイドに流れた時ボランチとしてこうサイドをこう引っ張り出された時にやっぱどうしてもこの守備した時にちょっとぶっちぎられてしまう時には結構ちょくちょく見られたので、まあそこぐらいかな。でも他は本当に能力高い、まあ、全然 J3 だとかなり上の方のトップクラスの選手なんじゃないかなって思いますね。すごくいい選手だと思う西谷は。はい、そしてその西谷と同じぐらい素晴らしい選手が来ました。大宮アルディージャーから大山圭介という選手が来ました。で大山はねやっぱ有名だと思うんですね。もう大宮のサポーターだったらみんな知ってると思うんだけど、まあ、大宮を長きにわたって支えた選手ですよ。ユース時代から17年間やってたみたいな、そうジュニアから大宮ジュニアの一期生みたいな感じらしいんで相当すごいですよね。すごいね。でもその長きにわたって支えた選手が契約満了になってここからこうフリーで制限に来たという感じですね。で去年も一応20試合には出ていて、まあ、ただ先発は4試合だけだったということ で結構負けが結構大宮去年やばかったじゃん。で結構混んで1対5で負けたいわき戦ですね、ホームの惨殺されたやつ、あそこの後にパッタリ出れなくなったみたいな感じの選手らしい。まあ大宮はね結局ねいろいろあるんよ。あそこ一番こうフロントがゴタゴタしてる、フロントとこのチーム現場がゴタゴタしてるチームなんで、まあそれだから落ちたんだけど、まあただ大山はですねあれですね、まだ28歳と意外となんかもっと年いってんのかなと思ったけど28歳でまだ全然これからこう油乗ってくる感じのタイミングで、ここもちょっとね西谷と同じでですね、かなり多分金じゃないのかなっていう、まあそもそもこの契約までになったのもやっぱりこう金じゃなくてなんかいろいろあったんでしょうし、政治が、日本はやっぱそういうの政治がすごくあるからね、サッカーだけしてちゃダメというのが、まあ、とある人からも聞いたんですけど、
はい、現場でやってた人で、あと、まあ、フリーで獲得できたのはでかいし、とやっぱめちゃくちゃ力のある選手なんですよね。あのね、大宮山、大山もやっぱ結局西矢と同じでボランチでこう活躍してくれる選手で、まあ、ミドルシュートを持ってますよね。パンチ力のあるミドル。なんか昔2020シーズンに一回この、ね、月間ベストゴール取った時もなんかスーパーロングシュートをジュビロ相手にぶち込んでみたいな感じだったらしいですね。でプレースタイルもやっぱ西矢と似てて、結構やっぱ真ん中でこう生きるタイプとか、真ん中からあんま動かないで結構こう散らす展開するみたいな、うん、そういったこう使う側で生きるタイプですよね。使われるよりは使う側で多分生きるタイプなのかなと思うんで、まあそこですね。だからなんかこの、まあ、今さボランチ 3枚なのよ。3枚いて梶浦、西矢、そして大山なんだけど、やっぱ明らかに梶浦が多分何でもできるんよね。うん、梶浦が結局飛び出してこう出てってこうそこで勝負することができる。使われる側でも生きるし、使う側でも生きるみたいな感じの選手だから、そう、西矢と大山だと多分その2人でいると、多分2人ともこの真ん中にいた方が多分良さは生きるんよ。だからそこのこの組み合わせ、うん、どういう組み合わせを選ぶのかっていうのは結構重要なのかもしれない。多分2人だと、2人ボランチにいるんだったらあんまりこのなんつうかな、442はやんないのかなっていう感じですかね。多分2人ボランチ並べるんだったら343、真ん中にトップに3枚置くんじゃないかなっていう感じですかね。ちょっとモビリティが多分足りなくなっちゃうと思うわ。はいっていう感じ。まあなんせこのボランチに関してはですね、小野原と藤村がちょっといなくなっちゃって、あと力安もですけど、そこをこう補って余りうる、戦力の確保はちょっとできてるかなっていう印象なんですね。まあ、あとやっぱこれで分かるのはちょっと今年の構造ですよね。可変の構造、やっぱりちょっとこの2人だと結構制限されるというか、多分逆にこの選手を2人揃えるね、西矢とこう大山入れるんだったら、まあ、やっぱり彼らが中心になるんだろうなっていう感じですかね。だからあんまりこのセンターバックのそのだから新井ですね、新井、昔そのセンターバック3枚のこの真ん中の選手をこう上げてボランチっていうかアンカー型にしてたみたいなあったじゃん。あれじゃなくて多分このボランチの選手がこう降りる形になるのかなっていう風なイメージはすごく湧きます。だからそういう可変にしてくるんじゃないかなっていう感じですかね。はい、まあ、なかなかここは予想するのが面白いところなのかなっていう感じ。はい、じゃあ次は、期限付きで加入した、横浜 FC からの高潮選手ですね。高潮は期限付きで加入なんですが、170センチで19歳の選手ということで、で去年は一応リーグ戦の出場はゼロで、ルヴァンと天皇杯とかで、合計6試合に出ているらしい。でルヴァンのハイライトは一応見ましたけど、横浜 FC のやつ去年のね。だから4231か4343かちょっと分かんないですけど、多分ウィングというかシャドウというかそんな感じのポジションをやってましたね。だやっぱカプリーニとかさ、あの山下亮也とかとこう変わって入ってたりとかしてましたし、まあ、やっぱサイドアタッカーなんだろうね結局ね。はい、でただちょっと先発をした試合でも前半だけで交代とかが結構多くて、あんまりこのインパクト残せないみたいな状況でもあったので、まあ、そこはやっぱりこのフィジカル面だったり守備のこの理解力だったりするのかもしれないですけどね。まあ、でもボール触ってるシーンは本当少なかったけど、まあ、ちょくちょく見てたろうところ、まあ、結構やっぱトラップ、まあ、若い子ですよ今の、本当に若い技術高い選手って感じでしたんで、あとなんか足もまあ結構速そうな感じはしたけどな。まあ、サイドアタッカーでも今年ね結構ね、まあ、また明日動画作るけど結構激戦区なんですね。センターフォワード、今年センターフォワードとサイドアタッカーかなり激戦区なんで、人数が人がそもそも多いっていうのはあるんで、そこで出られるかどうかちょっとまだ分かんないかなっていう感じ。まあ、でも守備のところちょっと強化したいかなっていう感じでしょうか。はい、そしてですね、まあ、完全移籍で来た選手としては西矢以上に俺は嬉しかったというか、でかいなって思った選手が畑尾ですね。ザスパ草津群馬から畑尾が来たと。彼はまあまあぶっちゃけ前も話したんだけど生配信でよう来たなって思った。なんかゴールキーパーより一番の補強ポイントはやっぱセンターバックだったわけですけど、制限は、まあ、ここサプライズで畑尾がまさか来るとっていう感じで、で畑尾選手はね、まあ、俺と同い年なんでね、32ということで183センチのセンターバック、まあ生粋のリーダーですからね畑尾選手はね。
そう、もう歴代の所属チームでずっと首相みたいな感じだったらしいし、まあ最低でも副首相はやってるって感じ、で結構やっぱね、これね、畑尾選手はですね、まああの大学卒業してからのエピソードがすごく熱いんですよね。なんかウィキペディアの情報でしかないんだけど、まあ一応早稲田大学に進学してあのサッカー部やってたんだけど、まあ本当にあのずっとこうあの首相に就任してからもプレーしてた。ただあの首相になった頃から、肺にこの病気そうがなっちゃって、肺の水を抜きながらこうプレー続けてみたいなで、強固な守備でこう頑張ってやってたみたいなんで、首相としてあの大黒柱として部を牽引していて、もう本当リーグのベストイレブンに選ばれるぐらいすごかったみたいな。ただ病気がちょっと悪化しちゃってと、悪化してしまって、結局その、でかい大会にはなかなか出られないみたいな、感じだったらしいんですね。で2013年これすごいですよ、5年生として一応大学に席は残したんですよね。でプロ入りを断念したけど、そこからこう頑張ってこう練習とかして、本当科目にトレーニング続けて進路を頑張って模索して、で、手術して懸命リハビリしてコンディション回復して、でヴァンフォーレ甲府、で一応大学卒業した後にヴァンフォーレ甲府の練習に参加して、でそこでこうアピールに頑張って成功して6月に契約化するっていう感じだったらしくて、だから結局要するにその順風満帆じゃなかったけど、努力重ねて腐らずやって、で、病気にも勝って、トレーニング続けて、で、キャンプには間に合わなかったかもしれないけども、シーズン途中にこのフリーで加入したみたいな感じだったらしいですね。でちゃんとこう出場機会も得て、なかなかすごいよね。なかなかできることじゃない、まあ、しかも副キャプテンもすぐなったみたいな。だから本当になんかこういうのを見てるだけでも、この選手は絶対にチームに一人いたら絶対にそのチーム全体が良くなるんだろうなっていう感じ。だからすごく尊敬できるよね。俺とは大違いだわマジで。本当に俺なんか足元にも及ばんぐらいマジで熱いわ、こういうの見ると。俺はこういうこと絶対できないけど、畑尾はするんだな。ほんとリーダーだな。熱いな。やっぱ、広井智信がさ、やっぱ結局今年一、あ、去年か、去年一番こう抜かれてきつかった選手だったことを考えると、やっぱそういったリーダー的な選手は、やっぱ制限には絶対必要で、そこに畑尾がちゃんと取れたっていうのは、これは多分、近年稀に見る多分ベスト補強の、ベストオブベストの補強なんじゃないかなと思いますね。素晴らしいですね。これが去年できてればなっていう感じですかね。まあ難しいけどね、そんな移籍って結構やっぱタイミングとかもよるからね。いやいやいや、でもまああとやっぱ可変失点のもでかいですよね、畑尾はね。あの群馬ってやっぱ可変システムやってたから、去年一昨年と、でそこでちゃんと2年間あのやったっていうのもあるんで、そこへの理解は多分あるんだろうし、まあその別に可変するかどうかも分かんないんだけど、今年制限が伊藤明さんがね、まあ、でもやっぱそこにこの理解ができて、なおかつチーム引っ張れるようなタイプが、入るっていうのはすごく熱いことなのかなっていう感じですかね、はい。そして、今回の最後となりますが、今朝方ちょっと発表されたばっかりのマリソンという選手を紹介しようかなと思います。マリソン、26歳、183センチ、まあ178センチという説もありますが、まあ、センターフォワードですね。ちょっとブラジルはそこら辺結構緩いから公式記録が、でブラジルのですね、フィゲイレンセというチームからこうレンタルで加入という感じですね、はい。まあ、制限のブラジル人アタッカーの補強に関しては、まあ、俺はそんなにうまく、あでもどうだろうな、まあ、張ったぐらいかな、まあ、下手ではないかなという印象ですけどね。マラニョンとか、まあ、ロマリーノはちょっと微妙だったけど、まあジャーン・モーゼルとかもいたけどね、まあルカワも結構当たったし、まあ下手ではないと思うけどな、なんかうまい方なんじゃないかなと思うけど、そうだ、なんだっけ、ジョージ・クルーニーじゃねえ、あのジョバンニ・クルーニーはあれですからね、あのコスタリカ人だから彼はブラジル人には入らないんで、はい、そこだけはお間違いないように。ほんでですね、まあマリソンどんな選手かと言いますと、ウクライナのチームに、2のレンタル出てったみたいな
感じらしくて、でそのウクライナのチームから期限付き移籍がマネで戻ってきて、でそこからこう日本にツェーゲンに来たっていう感じの選手らしいのね。でまあここのなんで戻ってきたかっていうのはいろいろあるらしいんだけど、まあ、まず怪我、なんか結構でかい怪我を抱えてるらしくて、なんか前十字靭帯を結構痛めてるみたいな感じらしいですよ。だからちょっとねここがね、まあ結局その取ったはいいものの本当に稼働するのことなのかみたいな、結局給料だけ払ってただ働きというか、その結局給料だけ給料どころになっちゃうとちょっと申し訳ないし、あっちにも良くないなっていう、こっちも金なくなっちゃうから、ただ使えない選手を取って金なくしちゃっただけになっちゃうんでみたいな。あとはまあウクライナなんでやっぱロシアとの戦争の関係もあるかもしれませんけど、まあなんせこのちょっと結局ねウクライナからはみたいな出たという感じでしたね。でただプレー集見たんですけど、プレーウクライナプレミアリーグ、ウクライナの一部でプレーしてた選手なんですね彼で。一応2チームプレーしてて、メタリストっていうチームと、ボルスクラっていうチーム、この2チームでプレーしてたらしいんだけど、この2チームで合計25試合に出場し8ゴールということで、まあ、結構ゴール効率はいいなっていう感じですかね。25試合で8ゴールですからね、あとワンアシストか。そうで一応ウクライナ時代の彼の試合見たんですよ、まあハイライトも含めてプレー集を含めて見たんですけども、なんか、ね、やっぱねあれですね、いい時は超いいけど悪い時はまあいまいちかなみたいな、いまいちな時はいまいちかなっていう感じでしたね。まあ、ここはあれですよね、妥協っていうか、まあ、純粋に来てくれる外国人ストライカーは多分そんなもんだと思うし、まああんまり期待しすぎるのは良くないかなっていう感じ。ただですね、守備はしてるシーンがちょっとやっぱなかなか見つけられなかったんで、守備がどこまでできるかは分からん。さっき言ったように、トシダ君みたいに、ちゃんとこの片方にこう誘導するとか、それができるかどうかは分からないし、それができなかったら多分なかなか使われないんでしょうけど、ただ攻撃面ですね。攻撃面はね、やっぱね、いい時はめっちゃいいみたいな話が、まあ、良くない時は全然こう良くないんだけど、いい時はね、すげえいいなと思ったのは、俺サイズに頼ってないなと思ったの。マリソン183、まあ、180前後あるんですけども、マリソンはねやっぱねちゃんとね、オフザボールというか相手の、ディフェンダーがですね、ディフェンダーとディフェンダーの間に立つことができるんですね。例えばサイドにボールがあったりとかするときに、ディフェンダーとディフェンダーのこの間にマークつけられてるときにちょっとこう背中に入るみたいな、相手の視野からこう消えるみたいな動きがすごくこう結構しれーっとやるんで、スムーズにやるんですね。だから結構フリーでこうシュートを打ってるみたいなシーンがちょくちょくあったんですよ。まあ、あとはそこからのクオリティなんでしょうけど、まあ、ちょくちょくあってすげえそれはいいなと思った。ただフリーでこうボール、来るときに待ってるから、だから一回絶対さディフェンダーってさボールも見なきゃいけないしマークも見なきゃいけないから、結構視線がね難しい。で人間の視野ってさ180度しかないから、結局あっち見るとこっち見えないわけですよ。でボールディフェンスは最初こう相手を見てるわけない、自分のマーカーしてるやつを見てるわけなんですけど、ボールがこっちになった時にやっぱ一瞬絶対ボール見なきゃいけないの、クロス入る時に。その時にこいつが見失ってしまって、マリソンはこの瞬間にこう読んで、ちゃんとこう俺が見えない、ディフェンダーが見えないところにこう入ることができるっていう、そういった動きをちゃんとやってて、あいいなと思いましたね。影に隠れるというかね。そうだからマリソンがもしゴールを、取れるとしたらば、まあ、やっぱこのセンターフォワードで、まあ、ボールをこう待ってる時なんでしょうし、あとはそこでこのちゃんとこう仕留めきれるかっていう感じなんでしょうかね。そうはい、という感じで、マリソンの話は以上。まあこれで、一応新加入選手の特集一応全員8人分全部終わりましたので、はい、どんな感じでしたでしょうか。はい、皆さんのコメント読ませてもらって終わります。まあ一応期待してんのは上田いつきくん、そして西谷畑尾、あのあたりですかね。顔が好きなのはもう圧倒的に大山ですけど、大山の顔はめっちゃ好き。まあそんな感じの、8人の、はい、新加入選手でした。今年よろしくお願いします。制限と一緒に共に戦っていきましょう。頑張りましょう。1年で絶対復帰しよう、はい、じゃあコメント読ませてもらって終わります。ごめんねみんな、URL 変えちゃって。ジュビルの大盛りが金沢に来る噂がありますが、え
大盛り？え、あのトップ下の？え、嘘。なんで？金出せんの？無理じゃない？つか、あのね、明日まだ動画出すけど、人がもう多いのよ。とっくに、人員過剰です。アタッカー。マジで。ツートップ、センターフォワードとサイドアタッカーもとっくに人員過剰なんで、もういらん。うん、つかもう、今取っても、飽和して、ただ使われない選手が増えてしまうだけですからね。ちょっともったいないですね。はい。あとか、三浦は、相模原に戻りました。ありがとうございます。相模原戻った。よかったよかった。そう、大卒一人だけなんよね。ニュースから昇格できなかったパターンは割と荷持っていて活躍したらすぐ移籍するのある。そうなの。制限って今までそういうのなくねえの？ねえだろ。他のチームは知らんけどな。そんなに。いやー、旗尾よろしく。いやー、もう全然こちらこそですよ。あんだけ主力をザスパクサスが群馬から奪っといてすいませんね。本当に落ちちゃって悲しい思いをさせてしまったな。群馬にも悲しい思いさせてしまったな。まあ群馬は俺らとなんかどうでもいいと思うけど。都市だは期待できる。ああそうなんだ。大学特定王だったもののなかなかロアソでは花開かった。ああそうなんだ。大学特定王なんだね。すごいね。あー、昨シーズンは真ん中よりも左で使われたらいいんでしょ。あ、そうなんですか。へー、左か。まあ確かに左に流れてる時多かったから。あ、あれそっか、また真ん中からこう流れたんだと思って。そうじゃなかったんや。え、どう考えても真ん中の選手じゃない？年だなんな気したけどね。絶対真ん中の選手かなと思ってたけどね。西谷は驚きだけど、この前のタグを見たらプレースタイルの面でいろいろ栃木といろいろあった。ああそうなんだ。ああもうちょっとこう前、なんかボランチより前でプレーしたみたいな感じですか。大山は伊藤監督の指導を受けたことがあると。へえ、そうなんだ。楽しみですね。まあ、大山、いい選手ですよ。結構ね。高潮はヨーヨーテスト1位みたいで、運動量があってきつごそう。なんで畑尾は去年が出れなくなったんだろうかな。いや、それな、俺もちょっと思ったんだけど、別にベンチ入りはしょったやろ、知らんけど。なんてなんだろう、なんか意外となんかその契約の関係とかもあるみたいな話はなんか牧野さんしとったよね。牧野智章言ってたし、まあ、それもあるんだろうなって思ったりした。まあ、あとはシンプルにこの、まあ、城和とかすげえ良かったじゃん去年群馬。城和良かったし中島とかもいたし、あと群馬が結構勝っとったからね。それでも調子良かったんだ去年。それもあってっていう感じなのかもしれないですね。シンプルに競争に負けたのかもしれんし、まあ分からん。ここはもう群馬の内部のことは分からんから。まあでも群馬は一応特集動画作ったけど、群馬はいいサッカーしとったね。で普通にあの旗も全然あの主力だったんで、あダビもいたな。ダビ懐かしいな。ダビいたわ。そうなんだよ。ウクライナ一部って結構レベル高いと思う。だってね、シャフタールドネツク、あとなんだっけ、この間日本に来とったチームもおったやん。なんかそう、ディナモキエフ。ディナモキエフってあのシェフチェンコとかいたチームでしょ。全然ウクライナの中では、トップオブトップじゃない。そう、シャフタールドネツクの全然チャンピオンズリーグとか出るチームなんですからね。そこといつもやってるとこでしょ。すごいよね。そうだね。あ、そっか、早稲田の駒澤選手っていう人もいるんだ。特別して、あー、そういう選手もいるんだ。そこは見てなかったわ。なるほどね。いやー、でも俺はね、上田樹に期待してるよ。そうそうそう、俺は上田樹
まあ顔は一番はやっぱ大山だけど、期待してんのは西矢、畑尾、上田樹は見たいな。めっちゃ良かったからな、あのコーチの試合見たけどさ、グランバセンとか見たけどめっちゃ良かったよ。たまにハイボールちょっと見せるぐらいだけど、他はすげえ良かったからね。キックもちゃんと蹴れてたし、うまいし、蹴り分けることもできてたし。あとはまあでも白井優斗も普通にすごいからね。白井優斗はなんかやっぱ結構去年パフォーマンス良くなかったんで批判はされましたし、俺も批判したけど、やっぱすごい選手ではあることは変わりないと思う。まあだいぶこのコンディションは落ちてきてるし、衰えは結構感じるけど、まあでもそれでもまああのすごいキーパーであることには変わりないと思うし、まあゴールキーパーは結構やっぱ足元つなぐのも大事なんで、で白井優斗ね、足元ね別にさ悪くないんですよね。そう、去年悪かったのは庄司なんですよね。そう、別に白井優斗の足元は全決して悪くなかったんで、そうっていう感じでしょうか。まあもちろん悪い時もあったんだけど、悪くない時も多かったよっていう話、一長一短ではないですよっていう感じですよ。はい、あいい情報、これは群馬サポコなんかな。チャンリオさん、畑尾が累積か怪我で試合出れない時に白輪が出て、その時期に連勝して買いにくくなった。ああ、そうなんやな。白輪良かったもんな。白輪めっちゃ良かった。すげえ良かったよ。めっちゃ見てた。はい。っていう感じでしょうかね。はい。じゃあ長いことちょっと話してきましたが、こんな感じで終わりたいなと思います。以上、ご視聴いただきました。ありがとうございました。今日はもうずーっと選手の動画見とって、もうずーっとホテルで困ってて、もそのおかげで全然お金使ってないから。やっぱ結局こういうね、仕事するってことが結局お金使わない一番の近道なんやろうなって思った。仕事が楽しい、仕事をするっていうのが結構大事で、こういう生活できてるといいなと思いましたね。ね、飯買い込んでずっと家にこもるっていうのがいいなと思いました。まあカフェとかは行ったんだけどね。はい、お疲れ様でした。すいません、今日はちょっとね、あの URL 変えちゃって、あのちょっと分かりづらかったかもしれませんけど、まあこれはまたあのなっけ、後からこのアーカイブとかあの目次載せときますんで、気になるとこあったらまた見直してください。明日はツェーゲンのその結局スカッと組んでみた動画も出しますし、日本代表の生配信もやりますし、明日イラク戦か、イラク結構強いからね、明日は本当に結構決戦になると思いますので、みんなで頑張って応援していきましょう。はい、じゃあ以上です。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。コプチャイ。ありがとう。お疲れ様。じゃあねー。